事件の話をね、ちょっと最近、ね、なかなかほら殺人事件みたいな、うん、あのね、目立ったのが、うん、ありますね、なかったけれども、うんうん、この間だからその浅草でね、夫婦が子供にね向精神薬投与してっていう事件があったじゃないですか。あれあれね、あれあれ嫌ですよね。久々にこう胸クソ悪くなる感じしません？文春でも取り上げられてるんですけど、狂気の急戦時ラインって、まあラインの内容をね、入手してるっていうことがまあ書かれてて、詳しくはまあ読んでもらいたいんですけど、どうですかこの記事は。この記事はいや、もともとねその浅草のね、うんうん、まあお坊ちゃんなわけでしょ、うんうん、だからなんでこうやってなっちゃうのかなっていうのはすごく、まあ、不思議でもあるし、結構だからすごいんだよね、家族が次々とね次々と亡くなり、そうそうそう、でなんかもう夫婦喧嘩の果てに自宅のベランダに放火する騒ぎを起こしたとかね、多分今回事件化したのはあのお子さんが、うん、で事情をね言わされたけど、まあ、この文春の記事によるとね、うん、夫婦の周囲では18年1月に母、うん、4月に、姉、うん、で6月に父が相次いで亡くなっていると、うんうんうん、親族がいろいろ亡くなってて、うんうんうん、この事件のこの女の子を、うんうんうんの話とは別でね、うんうんうん、この事件って、まあ、最近こう弾けたじゃないですか、うんうん、あの報道されるこれ結構前々から、うん、去年からね、うん、社会部の記者とかなんかは、うん、実はいつ弾けるんだみたいなのを話してるし、当然文春も知ってたんですよ、うんうん、これはちょっとねどこまで本当か分かんないけど、うんうん、亡くなった親族のあるその遺体のね一部を、うん、の細胞をね培養してね、今回4歳の子に投与された薬と同じ成分のものが投与されてないかとか、うんうんうん、そういうのをずっとなんか調べてたらしいんですよ、うん、警察がね、うん、そんな話もあったりして、うん、そうなんですよ。それで、まあ、今回だからこうやってメディアが一斉にこう報じ始めたという流れらしいですよね、うん、1年ぐらいその弾けそうってなってから経ったわけね、うん、そうそうそう、相当慎重に慎重にね警察署はやってたって、ね、やってた、うん、弾けるっていうのは、うん、どこを持って弾けるみたいな、まあなんか報道がこう、うん、感覚で出始めるみたいな、あ、まああと逮捕があると、逮捕とそう、まあ、逮捕前には多分チームテレビは基本報じないですね、出ても匿名みたいな、そうです、うんうんうん、で多分ね新聞テレビは分かんないけど、まあ、映像とかも多分撮ってるでしょ、すでに撮ってんだろう ね、うん、ちょっとテレビニュースって見てないけど、うん、俺、うん、でもほら逮捕直前の夫婦の写真もね、まあ文春に出てるんで、まあ逮捕直前から撮ってるってことはまあそういうことなの、うんうん、こいつらはやられるぞって分かってるっていうことで撮ってるってことですもんね、うんうん、そうですね、うん、事件性でさ子供とかね家族内で亡くなった一番最初に疑われるのがやっぱり家族ね、親族ね、うんうんうん、まずは、うんうんうん、いろんなトラブルを起こしてるっていうことの中でも最重要参考人みたいな感じでしばらくいたんだもんね、うん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 、それはそうかマークしますよね、うんうん、そうそうそう、うんうん、まあでもね子供とかってはちょっとねねなんか捕まれない事件ではあるよね、うんうん、あとはだからそのホストや夫婦を警察が自白自供に持っていくっていういうことですよね。認めてんのかな、まだ認めてはいないの、どうなの、その辺分かんない、うんうん、こういうのが、うん、こう逮捕されて動き出すと、うんうんうん、その要は新聞とかテレビ一斉に動くわけじゃないですか、うんうんうん、そうなってくると週刊誌的なスタンスはどう変わってくるんですか、うんうん、まさにこういう文章で書いてるような記事、うんうんはい、要するにこの夫婦この親子、うん、この親戚がどういう関係で、はい、どんなやり取りがあって、うんはいこんなこうえげつない喧嘩してて、これはこんなね父親から父親とのね LINE でねこんなこと言ってるよこの人みたいなのにこう深くこう入っていくのがまあ週刊誌ですよね、まあイメージは、まあ、容疑者の人物像にぐわーっと迫ってくような取材をやっていくということで、まあね、第一報で例えば新聞なんかはなかなかね、はい、その事件のファクト、うん、A さんと B さんが捕まって、はい、何して捕まって、はい、いつどこで捕まってっていうことだけですけど、うん、まあそれをこうストーリーにしていくっていうかね、うん、だからさ、うん、おそらくはさまず
弾けてやらなきゃいけないときは親族のリストをバーッと作っていかなきゃいけないですよ、記者はね。で、あと関係者浅草自撮りして知ってる人を探すっていうのをバーッとやって、まあ、当然実家の中にも行って実家周辺のね、まあ、実家にもこれはアタックしてますけど、実家とその周辺とか同級生とか恩師とか、それはもう弾ける前から目星はつけてるんですか？いや、弾けてからやってるってことだよね、これはね。わかんない、まあ、うん、そんな時間はない、うん、それか弾け、来週弾けると分かってて先行することはありえるけど、基本弾けてからでしょ。だからでも、ただほら少しずつ情報を集めてて、いつ弾けてもいいように準備はして、なんとなくこう情報は収集してたんだと思いますけどね。多分これ読む限りは少なくとも門別にも行ってるし、うん、浅草も自撮りしてるし、うん、まあ、3,4 人は最低でもいるよね、記者が。この記事を見るとこの記事で、うん、そうそう、1人で回れないじゃん、こんな絶対。そりゃそうだよ、絶対回れないんで、距離がありすぎるんで、あちこちの。そうだよね。これって逮捕って何曜日でした、うん、これ何曜日なんだろう、2月14日だから、バレンタインデーなんだね、水曜日だね、うん、ってことは、いや、この間の週刊誌記者の1週間に照らし合わせると、うんうんうん、木曜日の企画会議でもこれだになるのか、まあ、それとも逮捕された瞬間に招集がかかるのか、どうなんだ。普通は木曜だけど、まあ、普通は木曜で、その14日の時点でどれだけこれがテレビでドーッとなったかにもよって、急いでやんなきゃっていうのはもう多分編集長判断とかなんで、その時はもうすぐあるけど、あるけど今日は木曜日だね。これでも過去の例で、今回はこれは水曜日でしたけど、例えば月曜日とかにこういうでっかい事件がありましたってなった時は大変なんですよ。それはだから木曜日の企画会議まで待ってらんないですよね。そういう時はですね、月曜日事件じゃないですか、はい、で取材が終わった人が次々とこうやって呼び寄せられて、事件に投入されるんですよ。招集されるんですよ。火曜日まで記事を書けって話になるんですよ。自分のその前に取材してた記事はどうするんですか。まあ、だからあの、まあ、誰かにパスする、パスするんです。キャップの人はそれに残って、うん、その取材のサポートした人はやっと終わったと思ったところからもう一つの事件なんですね。そう、だからマラソン走った後もう3週やってくださいみたいななるわけですよ。そういう感じなんですね。そうで、もう逐次終わった人から投入されて、もう人海戦術で火曜日に記事をぶち込むと。入稿が、入稿は月曜日だけど、多分火曜日ギリ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 までやって、もう速攻入れて速攻考慮するっていう感じになると思うんですよね、うん。火曜日何時までとかあるんですか、ギリギリだと。基本夕方なんですけど、はい、やろうと思えばあの12時、夜12時ぐらいまで引っ張れるんですよ。ただそれはお金がかかるんです、そう、うん、印刷所に、あ、印刷所に待ってくれのお金がかかる、待ってくれと、あと対応してもらう、まあ、特急料金みたいな、水曜日、そう、昼までにはもうすり上がってるんで、雑誌は。そういう感じですよね。だから、そう聞いたら絶望だよね、月曜日発生されたら。月曜日弾けると結構絶望する、絶望ですよ、週刊誌記者は。でも大体経験するじゃん、何度も、まあね、絶対それは、あの、何回もある。自分が行くこともあるし、うんうん、自分がキャップの時に取材班でやってるのに、うん、気づいたら誰もいなくなっちゃって、うん、自分だけ残ってて、取り残されるのあるよ、よくあるよね。あー、ちょっと事件みんなやっちゃった、こっちの大きいもんなってなる。孤独にね、そうそうそう、そういうのはね、よくあるよね。いつ弾けるか分かんないからね、時間ね。